今日はこれからおばあちゃんが子供だった頃という人形の作品展を開いた方の作品をご紹介します。おばあちゃんが子供だった頃、夏の遊び編。昭和初期の子供の生活を人形で伝えます。まずはおばあちゃんの言葉。おばあちゃんの言葉。おばあちゃんはもう92歳。よくも生き流れたもんだ。何をしても体が痛いしくたびれる。もうそろそろ身の回りを整理しなければと思いながら、それでも人形作りはやめられない。子供の頃の記憶が次々とよみがえり、想像力が湧いてくるそうです。懐かしい思い出を込めた小さな人形の世界は、日々微笑みと我を忘れるひとときを与えてくれる。テル子。作品の1、花火。おばあちゃんの子供の頃は昭和の初期、線香花火を見たこともなかった。町で花火の上がる日は、夕食を少し早く取り、むしろやござを抱えて、よく見える街道に走って陣取りをしたもんだ。むしろというのは、藁で編んだ敷物です。ドーンと花火の音を聞いただけで、体中がワクワクした。蚊に刺されながら泣きもしないで見ていたことを思い出す。作品の2、池遊び。お隣のキエコちゃんの家にある池に入ってよく遊んだ。池の鯉にパンツを引っ張られながら、夏は水遊びが一番。キエコちゃんと遊ぶのも一番。遊び方を見つけるのもキエコちゃんだった。作品の3、金魚すくい。にゃんも混ぜてよー。作品の4、祭りの斑点。小さい頃、いたずらごめんと書かれた斑点を着せられて祭りに連れて行かれた。誰が買ってくれたかわからないが、この斑点を着て遊んでいると、道行くお客様が笑っていくのを思い出す。瀬のおかっぱもこの斑点を着せられたと本に書いていた。同じ世代の同じ思い出にこの人が身近に感じられる。夏の遊び編はこれで終わりです。